ウェセ TV。 さあやってきましたよ、楽器フェア2018。楽器フェア2018、弾いて吹いて叩いてというわけでね、東京ビッグサイトで行われた楽器フェア2018に行ってきました。ドラムのみならず、たくさんのね、いろんな楽器、いろんなメーカーのね、いろんなブースがね、もう所狭しと並べられておりました。もう本当にね、いろいろねありすぎてね、もう全部回りきれなかったんですけども、とにかくもう楽しかったんで、その様子をね、ちょっと見ていきましょう。レッツゴー。まずはこちらタイプ R、 こちら試奏させていただきました。ありがとうございました。続きましてこちらコルグのブースに遊びに来ました。所狭しといろんなメカがメカメカしく並んでおりました。こちらね、壁一面のチューナーです。すごい。続きましてヤマハジルジャンブースに遊びに来ました。すると神田亮君がなんと演奏してるではないか。早速邪魔しに行きましょう。そうですね、準備ありますよね。はい、ちょっといろいろ選択なんで紹介してみて。さっき叩いたみたいな。あ、ちなみに今日特別に、はい、あの撮影 OK です。あ、撮影 OK です。で、あの非常に気になる言葉います。あれ見たことあるやつ。その後神田亮君とマッスルアタックのヒレヒレさんとちゃっかり記念撮影ありがとうございました。その後、電子ドラムの ATV のブースでは、前回のフリー作イベントにも出てくれた金子夏樹ちゃんが演奏していました。その後、話題の天才キッズドラマー、ヨヨカちゃんと遭遇しちゃいました。はい、というわけで、楽器フェア2018、楽しんできました。ね、いろんなね、ドラムだけじゃなくていろんな楽器のね、メーカーのブースがもうらーっと もうたくさんね、すげー楽しかったです。まあ、また何かありましたら、フリーザクがレポートしに行きたいと思っています。今日はね、東京ビッグサイトから、楽器フェア2018をお送りいたしました。バイ。Thank you.